私が頑張らなくちゃ。私は高間ヶ原の巫女。みんなが私を待ってるから。Thank you.
妹のあなたが私のそばにいてくれる。それだけで私。次は真田幸村最後の戦、大阪夏の陣。最後の戦い、幸村さんを演じるためには読まないといけない。もっと他に幸村さんの楽しさ。面白い。あ、双葉ちゃん。うん、かっこいいよな、真田幸村。天下統一を目前にした大軍を打ち破って家康をあと一歩のところまで追い詰めた。真昼がどんな雪村を演じるのか楽しみ。どうした？ちょっと役作りで悩み。生きてる時代も性別も何もかもが違う。いえ、私も本田忠勝の役作りで悩んでたんだけど、薫こと天童の後、もしよかったら相談に乗ろうか。本当？一人で考え込むより勝ちだろ。ありがとう、双葉ちゃん。確かに。そうなの、雪村が歴史の表舞台に。雪村は夏の陣で戦死するから。うん、だから雪村さんがどんな思いで図書館に、うん、なあ真昼、ちょっと息抜きしないか。え、外に出て新鮮な空気を吸えば。うん。雪村さんはね、大阪の陣で戦う前に14年も1600年に起きた関。それから急に大阪。うん、14年間。そりゃすごいな。え、日本を支配する力。多分出番。監視の目を盗みながらつつましい生活をしてるふりをして輝く。やっぱりかっこいいよな。舞台。え、戦国武将たちにとって自分の出番。大阪夏の陣は。そうだ、確か。うん、わざわざ目立った。甲冑は戦国武将にとっての衣装だったことは楽しんでた。全国の武ありがとう。私押してまいる。私に続け。ひらめき届いて。どんどん行くよ。まだまだ。私だって。えいせい。まだ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 。天下は渡さん。本陣めがけて突き進め。真田
左衛門之助雪村水産日の本一の槍さばき受けてみろ。まだまだ私に押して私に続けきらめきただどんどん行くよ。まだまだ私だってえいっせまだまだ天下は渡さん押して私押して参るきらめきただどんどん行くよ。狙い通りね私だってえいっせまだまだ抵抗など無意味だとまだまだ甘い私押して押して参る押して参るきらめきただどんどん行くよ。まだまだ私だってえいっせまだまだとまだまだぐっちゃった。嬉しいな。戦国武将になれたかな。マイク前で演じるから体の動きは最小限にして。